トスピエアンレトンの代表の安西です。デイト代表のゆうまです。シーカ2階代表佐藤真理です。デザインを極めたいっていう人たちの集まりだと私は思ってるんで、なんかそのこのグループを通してなんかもっとこう甘んじることなくいけたらなと思ってるんですけど、なんかあの個性がみんな違うので、思ってることだったりとかやりたいことっていうのが、まあ人それぞれ違うじゃないですか。でサンサロン中でやると、まあ、自分らも発見があるし、まあ、もしセミナーとか撮影とかやった時に、まあ、見てる側だったりとかする方も、まあ、賛同意思ぐらいの、まあ、そういうのでこういい意味で経験していけたらなと思って、まあ、プラスなんか今自分らがこうメインでやってるんですけど、まあ、ゆくゆくはこう言ったら下の子にこの流れを本当はどん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 つないでいきたいっていうのが大元の発足なんですけどね。でもなんか今はもう SNS なのかなって思いますが、どうですか。なんか前まではそれで SNS が頻繁じゃなかった時はこうモデハンしてて、なんか街行く子の髪だったりファッションだったりを私はしてましたけど、なんか今もみんなマスクだし、モデハンも知ってないんで、こう SNS を見る、インスタとかを見る機会が増えるし、そこからなんかインスピレーションを受けて私は、あ、こういう風なカラーの入れ方とかカットラインとかいいなとか思ってますけど。なんかいろんな髪型があるじゃないですか、世の中に。流行りがあんまりないから、意外となんか歩いてる人見て、あれ可愛いなって言って着るの方が多いかもしれないですね。うん、まあ、メニューはしますけどね、 SNS。 なんか日本人の SNS だと結構若い子が主流になっちゃうから、私は結構そうね、海外のヘア関連の SNS とか見る方が可愛いかなとか思っちゃうけど、撮影とかをする機会が多いから、うん、撮影をするってなった時に考える時にこういろいろ整理されるかもしれない。それはありますよね。なんか日常と撮影とはまたなんかちょっと脳みその使い方が違う感じは、ね、ゆうまさんとか映画とかからなんかインスピレーション受けてそうな感じじゃないですか。もともとはね、でも、うん、最近子供がいるから映画が見れない、なかなか、うんうん、お尻探偵って話とかねそうなると私は今撮影よりも SNS に力入れちゃってる節は否めないというか、撮影ってやって終わりなんだけど、 SNS がやって終わりじゃなくて次につながっていったりしてる過程が面白くて、なんかそこを頑張ると今度いろんな仕事も入ってくるしみたいな感じでね、いいんだか悪いんだか撮影よりそっちに重きを置いちゃっている自分がいます。なんかどっちが悪いとは思わないけど、別になんか今自分のバランスがちょうどいいかなって正直思ってる。ちょっと撮影やって、公私混同した SNS やってサロンワークしっかりやってぐらい。だからその私が心がけてるのは、どれだけそのクオリティを上げていくかっていうのがやっぱりその今までデザインをこう考えてきて次のステップなのかなとは思ってます、自分で今は。まあ、いかにこう質が良かったり、再現性が良かったり持ちが良かったりってするところがやっぱ反応がいいので、まあ、そこにこだわってやっていけたらなって思うんですけど、まあ、その中でもやっぱちょっとでもこう毎回毎回来て同じだと飽きちゃったりもするんで、お客さんがそこにこうちょっとした今の気分っていうのを少し提案して入れてあげたりとかするっていうのがやっぱポイントかなっていうふうには思ってますね。いろんなデザインが流行ってるからこそ、まあ、なんか自分にしか作れないものというか、あ、これ里まりさんっぽい、これ馬さんっぽいとかやっぱ見てて思ったりするので、まあ、なんかその人のこう個性とかスパイスとかやっぱそういうのがちょっと入ってるようなデザインが、まあ、引き続きクオリティもしっかりあってっていうのが続くんではないかなと個人的には思います。なんかその撮影とかになると、私は最初はモデルさんから始まるか、そのスタイルから始まるかのこう
2つ入り口があって、どうしてもこの子を作りたいっていうモデルから入る場合は、じゃあこの子に合ったスタイルはどういうのだろうっていうところから全部探し始めるんですけど、でスタイルになると、じゃあこの自分がやりたいスタイルにはまるモデルは誰だろうっていうところから始まるから、衣装とか照明とかカメラマンとかではないんですよね。人から素材から入るんですけど、結局どっちも似合わせっていうのがこう無意識に意識しているところであって、その中で似合わせは絶対で、その中でプラスアルファデザインなのかな。クリエイティブの、 その業界誌とか、まあ、撮影やること多いんですけど、やっぱこうクライアントありきなんですよ。お客さんもクライアントじゃないですか。お客さんカスタマーで、業界誌も一応こういうカテゴリーの中で今回はここまでやっちゃってください、ここまでしかやっちゃダメですとか、でこのテイストの中でやってくださいみたいなやつが基本あるじゃないですか。そこを、そこがあった上で自分のその時の気分をまずダーッてこう考えるんですよ。でギリギリのラインでそこにこう落とし込めるように持っていくから、めっちゃこうやっちゃうようなスタイルでもいかにやっぱそこに落とし込めるかとか、似合わせなんか割とそこがこうデザインを作る上での自分の中のルールっていうか、まあ大元の要望があって、で気分があって、で自分の中の挑戦とかギリギリのところをしっかりと持っていくっていうのが割と自分の中のルールですね。私はなんかものづくりするときにこういっぱい足していくっていうよりは、まずこうモデルさんから決めることあるって言ったんですけど、モデルさんから決めることはほぼほぼなくて、どっちかっていうとなんかこういう、なんだろう、まあ絵としてこういう絵を撮りたいみたいな感じから入って、1個ここを見せたいっていうのは決めて、あとは割とナチュラルにするみたいな感じが多いので、なんかポイントだけ1箇所決めてっていう感じなので、作り方はまた全然違うので。確かにあんちゃんファッションから入るイメージあるよね。うん、そうですね。なんか女性像みたいな、こういう服着てたらこうかっこいいよなみたいなムードだよね。だからそう思うとやっぱカラーとカットの掛け合わせで、これどうやってるんだろうって思わせる何かを作りたいなとは思いますよね。そういうの上手だよね。どうやってんだろうみたいな。私なんか昔からゆうまくんの作品ってなんかこうデザイン性は好き嫌いが出ると思うんだけど、こう人と違うところに違うところにっていうのがすごく感じて、なんかそういう人ってあんまりいそうでいないから、私はどっちかっていうと好きだったんですよ、ゆうまくんの作品が。っていうのもあるから、その一緒に何かやらないかっていうのも誘ったんですけど、なんかそういうのって結構意外にいないよね。なんか賞とか通ってる人でも、じゃあ全員がそうかって言ったら絶対そんなことないし、面白いなと思います。なんか自分その SNS が苦手なんですけど、その、まあ、スタイルっていうかちょっと動画、まあこれも動画ですけど、動画の需要がやっぱ超絶高いじゃん今。動画でちょっとなんかこうコンパクトに自分のやってることが見せれたらいいなとはなんか思って、今ちょっと考えてはいるんですけど、まあスタイル、まあ、ヘアスタイルとかの話じゃなくて、こう打ち出し方のスタイルというか、まあ、全部こう切ってるのを見せるっていうわけじゃなくて、まあ、ちょっとだけ動画にしてやれたらもう難しいな、ちょっと動画にちょっと挑戦したいなと思ってますけど、ね、なんか新しいものを作るっていうのも、まあ、撮影ではやっていきたいんですけど、まあ、リアルなサロンワークをメインに結構力を入れてるので、まあ、いつ見ても可愛いじゃないですけど、やっぱ質のいいちょっとしたデザインがされてるっていうのを作り続けたいっていう方がちょっと強いかもしれないですね。新しいものをまあ打ち出したいっていうのもあるんですけど、より質を上げたいなっていう感じです。